はい。えー、前回はですね、えー、夫婦円満の秘訣っていうことについて国際結婚はどうっていうようなことをちょっとお話しさせていただいたんですけど今日は何について話しましょうかはい今日はですね、まあ、お二人は国際結婚されているだけじゃなくて8人のお子さんがいらっしゃるっていうことで大家族のパパママなんですよねそうですはい。<laughs> なので今回は家族円満の秘訣について聞かせていただけたらなと思いますはわ、い、かりました まず勝手なイメージなんですけど家族のメンバーが多いと喧嘩も多いんじゃないかなって思うんですけどどうですか多いですね <laughs> 人数分多いんじゃないかなと思いますねただその喧嘩をしても仲直りすればいいんじゃないかなと私は思ってるのであんまり気にしてないですねなんか食事で喧嘩しないようにそれぞれの好きなものを同時に作っておくとかってありましたか ?We don't just make something for each other right? It's like you like this so I make we just make one pot or one dish and then they just have to like it right? Something like that <た> <laughs>

家事についてお伺いしたいんですけど、まあ、人数が多いと洗濯とか皿洗いもその分多くなると思うんですけど、どのようにしていたんですか？えっと子供たちが小さい時はもう順番に当番制になっていて、お皿洗いは今週は誰々とかとかあと洗濯は誰々とか。その最初に分担した時はみんなで話し合って決めたんですか？いやいやいや、チャートみたいなのがあって、うん、それに名前を入れて決めてって、ちょっとチャートが動いて、あ月曜日はこれ、もしくは今週はこれ、来週はこれって感じですね。学校みたいな。そう。<laughs> 家の掃除とかもそういう形で分担してたんですかそうですねホームスクーリングをしていたんで、えっと、家に行って家が学校みたいな感じだったんでお掃除の時間っていう感じでみんなで分担してやってましたしずこさんの負担もそれでちょっと和らいだ感じですかそうです、ね、人数が多いとやること多いだろうと思われるかもしれないんですけど人数が多いってことはやってもらえる働き手が多いっていうふうに思うとうたくさん子どもがいてもそんなに大変じゃないんじゃないかなと思いますね。確かに 大家族でよかっったなって思うことってありますすかそうですね。ぼっちじゃないねってことですね。それはありますねきっとね。 You know. We used to have a, a camper, you know, like a Toyota Coaster that we refurnished uh, we and turned into a camper. And in the summer, we would go to the river or we go to the sea or to Lake Biba. In the winter, we would go to the ski jo And in between, we would drive around. I think the furthest we went is like Hiroshima, and the most uh, north we went is uh, above Nigata.

we did it in the winter it was really cold <laughs> it was snow at the time we lived in the, right before kibune which is the north of kyoto Sakyoku. so it snows there you know not necessarily going to snow in kyoto city but up there 私はですね,そうですね例えば一人子供がいて親としてこの子と関わっていくっていうことはその子の中に自分のなんていうのかな自分を残していくってことじゃないですか思い出であったりとか例えば何か教えてあげたりでそれが一人だと一人分になるわけじゃないですか。 それが8人になると、まあ、8人分になるしでその子たちが関わる人たちに私のことを伝えるならその人たちの中にも自分が生きていけるっていうふうに自分の思い出って増幅していくでそれが自分の残していけるレガシーだとしたらたくさん残していけるよねっていう感じがちょっとあるのでだ、うん、から今こうケンペンのイングリッシュでも皆さんと関わらせていただいてですね何かこうお手伝いできることであったりとか励ましになれることであったりとか とか英語をちょっとでも理解してもらえるっていうことがあったとしたら、まあ、そんな思いでいろんな方々と出会ったりお付き合いさせていただいたりとか子育てっていうのは考えてますね。 はい、えー。今日も本当に皆さんありがとうございました。それではですね、また主人と一緒に出ている動画ありますので、ぜひ探してみてください。そしてまだこのチャンネルに登録してないよっていう方がいらしたとしたらですね、ぜひ登録よろしくお願いします。あの評価のこういいねの方もポチッと押していただけるととっても嬉しいです。それではまたお会いできるのを楽しみにしています。See you soon! Bye bye!Subscribe now!